はい、今日の動画です、今日はですね、ペンシルベットで遊んでみたいと思います。この子、じゃん。はい、CB70 ペン。このペンシルはね、直立系のペンシルで、はい、誰が使っても首を振らせて釣るというよりもミノーでこう誘ってキラキラってやって釣るっていうやつになります。はい、ちょっとやってみましょう。まずはこの笹から、笹の向こうに投げて、この間に通せるようにちょいちょいと大反応した。おー、残念。一発目から反応しましたが乗りませんでした。ミノーだと笹にね、引っかかっちゃったりするんですけど、ペンシルだとダイブしなくて上を通してこれるので、はい、意外と狙いやすいルアーなんですよね。トップで狙うならね、同じとこで粘らない、出てるときは同じとこで粘ってもいいんですけども、もう3投ぐらい投げて反応しなかったら次へと移動した方が、確率が高いと思います。はい、ちょっとどんどん行ってみましょう。はい、これね、何が起こったかもね、意外とペリペリするんですよね。どうでしょうかね。ちょん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 。CB70 ペンはペンシルというよりもリップレスのミノみたいな感じでね、キラッと入ってくれたときに、おお、追ってる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 。いやー、やめちゃいましたね。あー、でもやってますね、ボイル。あれやってるんだ。エビが逃げたりとか、小魚が逃げるんで、もうそういうのに結構反応するんですよ。ほら、ほら、俺食ったー。すごい。ね、もう、そういう、あ、外れちゃった。小魚意識してるやつらとかは、意外と面白いっすよね。お、見た？ここで逃げる。逃げた。食った。ああ、バレちゃった。飲んだかった。もうあそこのとこにウグイが逃げてるふりをすれば食べちゃうんじゃないですかね。ちょい。ここから逃げる。逃げる。お、逃げる。ほら、食った。はい、食べましたよ。はい、食べてくれました。CB70 ペン。はい。1本目。よいしょ。あそこまだまだ追いかけてんじゃないですかね。よいしょ。さあ、そこの石に逃げ込んだ振りをして、見せといてからのチョン。ほら、チョン、チョン。ほら、食った。いい、食いました。はい、2本目取れました。CB70 ペン、いい仕事してくれております。こんな感じで。はい。ちょい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 。ちょいっと、あ、ガブーガブチョー、今見えたかな。ういー、よいしょ。はい、またまた釣れました。CB70 ペン。これね、ペンシルというよりももう、リップレスのミノーとして使ってもらうと、すごく面白いと思います。食うところも見えますしね、非常に楽しいルアーだと思います。はい。おわ、横飛び、イエーイ。はい、こんな感じで、はい、CB70 ペン、これからの時期ですね、特に梅雨時期、面白いルアーとなりますので、はい、もしよかったら使ってみてください。はい、ほい、そんなことで、さっきの場所がね、いい場所だから釣れたんでしょって思われるのも嫌なんで、違う場所もやってみたいと思います。おわ、また出たー。ういはい、ばっくり丸飲みでございます。ねえ、いい感じ。よし。ペンシルベートのいいところはね、この沈んだ笹の上を引けるっていうことですかね。そうすると、ミノーとかクランクじゃ引けない。おお、反応した、反応した。これ食え、これ食え、これ、これ、これ。ああ、食ったー。見えたかな、見えなかったかな。よし。おっ、ばっくりかかってます。はい、そんなことで池一周でね、だいぶ楽しめましたよ。CB70 ペン、これからの時期、梅雨時期ね、めちゃめちゃおすすめです。特にローライトになったらね、サイトで遊べますので、はい、ぜひ試してみてください。ではでは、バイバイ。